マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。この動画ではマイナス10キロ痩せた私が今絶対に食べない食べ物5つが分かります。そのことで根本的な痩せるダイエット法が分かるんですよ。もしあなたが食事のバランス量に気をつけているのにもかかわらずなかなか痩せないと思っているようであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。話の流れはこの2つ、1つ目食品添加物、2つ目悪玉菌の餌ということで、痩せ体質になるためにはこの2つに気をつけていくことがとっても大切になってきます。それではそれぞれ見ていきましょう。では1つ目です。食品添加物なんですけれども、過去10キロ太っていた時の私はこの食品添加物が入ったものをいっぱいね平気で食べていたんですよね。そうすると私がどうなっていたかというと、こういった体に良くない添加物を食べますよね。そうするとそのいらないものが入るわけですから、体がこう一生懸命ね分解しなくっちゃっていう方にエネルギーを使ってしまう。結果脂肪をね分解するエネルギーがもう残っていないわけですよね。そうするとやっぱり脂肪を溜め込みやすくしてしまって太る。またそもそも体の健康も害してしまうものですよね。よく例えば、原材料名を見ていただくと、調味料かっこアミノ酸などとか、甘いのにもかかわらずカロリーオフとか、そういった人工甘味料などがそういったものに入ります。ですからポイントはこういった食品添加物が入っていないものをまずは選ぶこと。もうここが根本的に痩せ体質になる近道になります。では2つ目の項目、こちら悪玉菌の餌ってこれ何でしょうってことなんですけれども、要するに太りやすい食べ物がこの悪玉菌たちの餌なんですね。もう大好物なわけです。なのでもしあなたが甘いものとか脂っこいものがねやめられない止まらないっていう時はですね、あなたがね悪いんじゃないんですよ。実はあなたの腸内の中に住み着いている腸内細菌たちの悪い方ですね、悪玉菌たちが欲しいからあなたにその脳に指令を出して食べろ食べろっていうわけです。ですから大丈夫なんですよ。もしあなたがそういったものをやめられない止まらないであれば、こういった悪玉菌たちの量を減らして、逆痩せる菌ですね、善玉菌たちが増えるものを食べてあげればいいわけです。ではここからマイナス10キロ痩せた私が今絶対に食べないものですね、ワースト5ということでお伝えしたいと思います。先ほどお伝えしました食品添加物であったり悪玉菌たちが喜ぶ太るものですよね、餌となるものが私は大好きだったんですね。もう毎日食べていたわけです。それをやめた結果マイナス10キロ今でもキープできています。ポイントは要するに腸内細菌ですね、バランスが整って添加物が入っていないものを選べばいいわけですよね。それとは逆にとっていたのがこちら、1つ目、コンビニ弁当。もうこれですね、例えば幕の内弁当とかありますよね。こう結構バランスがね取れてるんだろうなと思って昔よく買って食べてたんです。でもあれはやはり腐らないようにいろんなね、防腐剤であったり添加物であったり化学調味料、そういったのがもう凝縮されたものなわけですよね。そういったものを食べること自体がもう太っていたっていうね、それに気がついたわけです。2つ目、カロリーゼロの甘いもの。例えばよくありますよね、カロリーゼロ糖質ゼロのチョコレートとかお菓子とかですね、そういったもの、飲み物もそうですよね、糖質ゼロのドリンク、そういったものが実はですねダイエットに良さそうなんですけれども、逆効果です。なぜかというと甘いのにカロリーがないということはおかしいんですよね。自然なものではない、イコール人工甘味料なわけです。そういったものを取り続ける方っていうのはもうとにかくですね、ますます甘いものがやめられない止まらないという過去の私みたいになってしまいますから、もう今すぐやめていただきたいなと思います。3つ目、コンビニの揚げ物。これもね、私がよくこうダイエットにはねタンパク質が必要ですよって聞くじゃないですか。なのでよくコンビニのレジの横にこうほっかほかのね、いかにも美味しそうに串刺ししてあるような焼き鳥とか唐揚げ粉の棒とかいろいろありますよね。ああいったのをやっぱりちょっと食べないといけないのかなと思ってね、結構ねお昼に買いに行ってたんですよね。で食べてた。でもあれも
あの油がですね、やはり酸化した油って一番良くないですよね。お体が錆びて代謝が落ちて太ります。まあ、もちろんね、揚げ物イコールカロリーが高いというイメージがありますから、まあ、ダイエット向けではないんだろうなっていうのはお分かりだと思うんですけども、私はこれはもう一切食べていません。では4つ目、菓子パン。これもね、私毎回食べてたんですよね。もう朝ごはんにしたりお昼ごはんにしたり、もうどうかしたら、まあ、おやつとか夜ごはんとかお米の代わりに食べてたっていうね、まあ、そういうね黒歴史があったわけですよ。でもその時はもう本当に体調も悪くなりましたし、太ってましたし、もうやる気が出ない、ね、力が出ない、すぐ疲れちゃう、でも肌荒れがひどいっていうね、もう肌荒れどころかもうひどい状態だったんですよね。もう変形してしまって、まあ、そんな状態だったんですけども、今は菓子パンは一切買って食べたりはしないんですよね。やはり菓子パンもあの防腐剤とか添加物たっぷりですし、そもそもどうしてもね小麦の塊なので、腸の、まあ、腸壁ですよね、粘膜がその炎症してしまって、食べても食べてもね消化吸収できなくなっちゃうっていう、しかも甘いっていうね、このダブルセットが一番良くないわけです。なので私は今もパンもね食べる時もあります。その時は茶色いパン、全粒粉とかライ麦パンとか玄米パンとか米粉パンとか、小麦がねもうまるっきりこうドカッと入っているのではないものを美味しく食べています。では最後5つ目、甘い飲み物。これもね良くないんですよね。まあ、飲み物だからね結構取ってしまってるんですが、これ一番お砂糖を取ってますよね。ドリンク系本当にねもう危険なレベルで砂糖めちゃくちゃ入ってます。ご存知の方も多いと思うんですけども、まあ、500のねペットボトルの甘い、まあ、乳酸菌飲料であったりいろいろありますよね。まあ、サイダー系とかああいったのってもうほんとスティックシュガーもう20本近く入ってますから、あのようなものをですね毎日飲んだらどうなるかっていうことですよね。まあ、太るだけではなくってもう健康も損ねてしまうという、もう本当にこれはですね私が今でもわざわざ自分でお金を払って買おうかなってね思わない、もう一切ね自分では買わない食べないと決めている、まあ、ワースト5ご紹介いたしました。さあいかがだったでしょうか。この動画のまとめポイントは2つです。まずは無添加のものを選びましょう。そして悪玉菌が喜ぶものから善玉菌、要は痩せ菌たちが喜ぶような腸内環境を整えるものを食べましょうということですね。今回のお話は以上になります。もし役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。